ナバホ族、ナバホ族、ナバホはアメリカの南西部に占領するインディアン部族、アサバスカ諸語を話すディネの一族。ナバホとはテワプエブロ族の言葉でカレダニの工作地という意味。ディネ、ジネそのものはアサバスカ諸語の言葉で人々を表す事象であり、アメリカ南西部ではアパッチ族など同じアサバスカ民族も自称に使用する言葉である。 したがって他者が彼らを識別する際には他のディネと混同を避けるためナバホ族の故障が使いれている。ナバホ族はアリゾナ州の北東部からニューメキシコ州にまたがる方コーナーズの砂漠地帯に一定の自治権を保有したナバホネーションとしてアメリカ最大の保留地リザベーションを領有している。ロングウォークでナバホ族が南西部から追い出された間に 彼らの土地には、ホッピ族の一部が定住した。このため、現在では、ナバホ族の保留地の中に、ホッピ族の保留地が存在するという状況となっている。ニューメキシコ側では、氏族の一つのカノンチートバンドが、連邦認定を拒否されており、保留地を領有しておらず、現在連邦政府の公式認定を要求中である。お話す民族に属し、アパッチ族とは、 言葉も近く、禁煙である。かつては、スペイン人から、アパッチドナバホ、カレダニの工作地にいる、アパッチ族と呼ばれ、アパッチの一部族と見られていた。清掃の際には、鉢巻きを締める。女性の清掃は、ベルベットのロングドレスに、カボチャのつぼみを衣装にした、ナバホコンチョという銀の首飾りをつける。モカシンはブーツ型をしている。 近隣のプエブロ族から取り入れた、指定から先祖が現れたという神話を持ち、その再現である、イェイビチと呼ばれる、大がっかりな精霊更新の儀式が有名でる。ターコイズと義務を用いた宝石細工を得意とし、ナバホのほとんどは、この装飾品を身につけている。インディアンフルートの奏者も多い。選手の才があると言われ、18世紀にスペイン人が羊を持ち込んだ際には、 羊の放牧をすぐに取り入れた。ナバホラグと呼ばれる、精巧な絵柄の羊毛の色譜は19世紀に貴重な交易品となり、現在も珍重される。母系社会であり、放牧も売り物も、現在でも、女性の仕事である。かつての男性の仕事は、トウモロコシの粉引きと略奪であり、ズニー族やプエブロ所属を食い物にした。このため、 堀内時代では男性の社会的役割が希薄となりアルコール使用障害になるものが多かった。現在、ナバホの堀内内内は種類禁制である。砲岩という木組みと土でできたエグルーのような形の独特の伝統住居を持つ。現在でもこの砲岩で暮らす伝統派のナバホは多い。石炭の採掘業者が屈作に地下水を使うため、堀内は 慢性的に水不足であり、雨乞いの祈りが今も盛んである。また、呪い師による、彩を使った呪術が今も盛んである。ロングウォークの後遺症として、土地をめぐり、ホピ族とは現在も競争中である。近年、数族と文化交流が盛んで、ティピーやサンダンスなど、平原部族の文化を取り入れるようになった。 日本の一部の石鹸会社は、ナバホの人は髪の毛の問題で悩まないと懸念しているが、実際はナバホの人々でもハゲの人がごく普通にいる。羊毛、石炭、ウラン採掘など、外部の石炭開発業者の開発で水源が破壊されており、係争中である。羊の放牧は年次ごとに連邦管理官のチェックがあり、 羊が許可等数を超えていた場合、管理官によって強制的に歴史処理させられるという厳しい制限付きである。第二次大戦以来、ウランが連邦政府によって採掘されて残死が放置された。知らずに、放眼の材料にするなどして汚染が広がり、人的な放射能被害が深刻である。核実験場からの死の灰の影響も指摘され、 彼ら放射能被害者を総称して、風下の人々と呼ばれることもある。ナバホ族も他のインディアン部族と同様に、米軍兵として第点二次の両世界大戦に徴用された。インディアンのほとんどに米国籍が与えられた直後の第二次大戦では、三十五万人の全員インディアン人口のうち、四万四千人以上のインディアン男性が米軍兵となった。 この中で、ホックス族やナバホ族の言語は、対ドイツ、対日本戦において、暗号として使われた。暗号としてのナバホ語の利用は、日本に対して行われたのである。ナバホ語の動詞は、主語の核変化による活用だけではなく、目的語の性質によっても、それぞれ非常に複雑に語尾が変化する。また発音も、白人にとっては奇妙なものであり、上に述べた。 コードトーカーの通信文を録音したテープを聞かされた海軍情報部の兵士たちは難航外音や微音や下のもずれるような音が続く奇妙な言葉で解読するどころか書き取ることへできないと語ったという。こうした特性に目をつけたアメリカ軍は第二次世界大戦の戦闘において彼らを暗号専門の部隊として徴用した。すなわち、 軍事的な指令文は、ナバホ族出身の兵士によって、ナバホ語に翻訳して審され、受信する側では、これもまたナバホ族出身の兵士によって英語に翻訳されたのである。このような方式によって打伝された暗号文は、日本軍には解読することは、全く不可能であった。長報合戦では遅れを取った米軍は、ナバホ暗号部隊を、太平洋戦の切り札としたのである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。